もう買い下がりって、えー、意外と罠があって、買い下がりにこだわると、えー、どん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 買い下がって、えー、もう株数は増えるのに、えー、どん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 株価が下がっていくと。株式投資虎の穴、林投資研究所チャンネル。こんにちは、林智之です。そして今日は金曜日、チャンネル虎の穴の 虎の穴、えー。タイトルはですね、なんと、株達人。株達人への近道は簡単なことの積み重ね。えー、行々しいタイトル出ました。えー、上手な人。達人。何をやっているのか。えー、こんなことを考えてもらいたいんですが、えー、上手な人。おそらくですね、難しいことを巧みにこなしているのではないか。 こういうふうに想像する人もいると思いますが、むしろ逆ではないでしょうか。上手な人は意外と単純なことをやっている。難しいことをしないで優しいことを繰り返している。こう思います。それから、えー、上手な人は予測を的中させるこれはですね、一番大きな勘違いかもしれません。えー、誰がやっても明日の値段はわかりません。 おそらく的中率というのは同じだと思います。じゃあ簡単なことの積み重ねって何と。おそらくたくさんあります。やっている中で、こういう時はこうしようとか、こういうのはいけないとか、たくさんの気づきがあって、だんだんこうね、積み重なっていって、それが最終的に一つの味になっている。だから、寝動きを見て、パッと、 これは切ってしまおうとか、ここは攻めていこうとか、体が動く、反応する、みたいなことだと思うんですけれども、今日はですね、ものすごく簡単で、誰にでも当てはまりそうなものを3つ挙げたいと思います。これについてですね、ああ、そうか、と思ってえ注意するだけで、バイバイが様変わりするであろう。 こういう確信のもとにお話ししようと思います。なるほどと思ったら高評価、グッドボタン押してください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。一番、ちょっとまずいなと感じた時の行動。売買をしていてちょっとまずい。当然ポジションを作ってそのポジションについてちょっとまずいなこう感じたき どうしますかこのちょっとまずいという感覚を大切にするべきだと思います。初心者と上級者、初心者と、まあ、達人でもいいんですけれども、この違いは何だろうと、えー。うまく対応できない初心者は、ちょっとまずいなという時に放置してしまいます。何もしないんです。まあ、何もしないって意外とね、えー、心理的にその場は楽なんです。 何もしない。何かしなきゃと思いながら何もしないのが楽だから、ここは様子見だ。なんていうわけですね。様子見じゃないです。ポジション持ってるんです。ちょっとまずいなと感じてるんです。何かやらなきゃ。という状況なのに、様子見だ。魔法の言葉で自分をごまかして放置する。上級者はまずいなと思ったら切ってしまう。とにかく現金化する。区切りをつける。 そうしたらもう一回そのポジションを作ってもいい。まあ、買ってるものを売ったらすぐまた買い直してもいい。でもとにかく一回ニュートラルにする。えー、こういう行動を大切にします。放置すると、このちょっとまずいなって感覚を忘れちゃうんですね。時間の経過とともに忘れてしまう。そしてですね、ちょっとまずいなっていうのをほったらかしにしながらさらにですね、 ポジションを作っちゃう。例えば、買って下がって、まずいな。でも、それを放置して、えー、そのままね、行っちゃって、まあ、そこそこ、お引かされて、時間も経過して、今更投げられない。投げるべきだったと思っているのに、今更投げられないということで、いっそ買いまし。で、難品だと。下がっちゃったから、仕方なく、 買い増しするんですけれども、これが難品である、技法である、というですね、えー、そういう正当化をしながら買うわけですね。えー、ここで同じ数量を買えば、えー、平均値がぐっと下がると。これでなんとかなるだろう、みたいな。やられ難品というのは、えー、ダメです。計画外の買い増しはご法度です、えー。必ず終電前に帰ろう。 と言いながら飲んでいて終電を逃してしまった朝まで飲もうこんな感じですね,、えーねまあ、健康のことを考えても翌日の仕事のことを考えてもお財布のことを考えてもこれはバツなんですけれども、えー、いいじゃないか朝まで飲もうこれとね、全く同じだと思います、えー、そもそも相場の読み違いというのは ミスではありません。対応しないで放置するのがミスです。簡単なこと。2番目は、手の合わない銘柄でリベンジ。手が合う、合わない。なんかですね、一つのこう、予測法とか、まあ自分の感覚とか、と、ある銘柄の動きが合う、合わない。たまたま合う、たまたま合わない。 ということもありますけれども、やられちゃった銘柄でどうしても取り返したい。これね、やめた方がいいです。たまたま一回だったらいいんですけれども、どうも手が合わない。そう思っている銘柄で取り返そうというのはおすすめしません。やっぱり銘柄ごとに値動きの癖というのがあります。ないようで歴然とあります。 数式で示してみろと言われたらですね、これ難しいんですけれども、やっぱりあります。だから、あの、数式で判断するような機械的な判断ですね。こういうやり方でも、この銘柄はなんだか合わない。この銘柄は不思議と合う。こんなことがあります。感覚でやっていても同じです。相性がいい、悪いってやつですね。やっぱり合う、合わない。あるんです。 えー、そういうので、えー、難しいことをやって取ろう。まあ、達成した時の満足感はありますけれども、えー、確率がよろしくない。あんまり高くない、えー。こういうことはやらないということです。はい。えー、3番目。分割仕込み。ある銘柄を買っていこう。分割で仕込んでいく。これの締め。仕上げの部分。これはですね。 買い上がりが正解。この買い上がりなんて言うとですね。いや、買い下がるのがかっこいいんでしょプロなんでしょ上手な人なんでしょと言ってですね、えー、反論があります。もう違和感たっぷりです。えー、こういうふうに言われちゃうんですけれども、えー、まあ、聞いてください。説明します。あ、その前にですね、まあ、分割仕込みと言いましたけれども、えー、これ意外とみんなやらなくって、この目が出た。 え、狙いすまして、ここだって言って、バッと買っちゃう。予定の数量、まとめて買ってしまう。一点外というやつです。これはもう論外です。もういきなりバッってやってですね。もう、えー、自分でタイルを潰してしまう。逃げ道をなくしてしまう。もう、上がるしかない。上がらないと困る。自分で自分を追い込んでしまう。これは避けてください。だから、分割なんです。でも、分割の最後はどうなんだと 最後まで買い下がる。こういうことにこだわると、早めに買い始めてしまう。そうすると、えー、せっかく分割しても意外とですね、平均値は高い。なおかつ仕込み終わってから上がり始めるまで時間がかかってしまうことも多いと思います。やはり下がって、まあ、どこに最安値が来るかこれはわからないんです。えー、底こ練りの初期かもしれないし、真ん中かもしれないし、 底練りの末期、つまり本格的に上げ始める直前が最安値かもしれないんですけれども、それはわからない。でも、ある程度、底練り、底固めみたいなのはあります。で、いつ、それが終わって本格的に上がり始めるかなかなか読めないんで、ゆっくり買っていって、最後はね、よし、動き始めたぞと言ってから、押し目でタイミングをとって、乗せる。買い乗せする。 これでいいじゃないかと。こういうふうにですね、少し未来に全体をずらしてやるイメージ。その方が楽です。早くに買っちゃって、結局、最初の方はですね、買い下がりというより、ただ単に逆行するポジションを作ってしまっている。まだまだ下げが続いているのに買い始めている。こういうのを避けるということです。もう買い下がりって意外と罠が 買い下がりにこだわると、えー、どん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 買い下がって、えー、もう株数は増えるのに、えー、どん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 株価が下がっていくと。えー、ずっとやられた状態が続く。えー、これ非常に苦しい。もうドツボにはまります。えー、これはぜひ、えー、避けるようにしてください。適当に分割して、その中で、まあ、そこそこ安いところも少し拾えている。 上がり始めてから、最後の仕上げの買いのせをして、予定数量に達する。これぐらいがいいんじゃないかと思います。はい、えー、3つ挙げましたけれども、やっぱり根本的にあるのは予測は当たらないということです。純粋な子供にチャートを見せたら意外と当たるかもしれませんけれども、私たちはそれを見て、こう、儲けようと、えー。そういうふうに考えてる当事者。 まあ、心が汚れているなんて言い方もありますけれどね。えーまあ、純粋じゃないわけです、えー。だから難しいんです。ですから、あその後の対応が、えー、非常に大切です。まあ、分割で買っていくというのも対応を考えた行動です。やられ難品。計画外の難品がいいか悪いか対応の問題です。最初に挙げた、ちょっとまずいと感じたときどうするか。 これも対応の問題です。はい、えー。上手な人は単純なことをやっている。それを積み重ねているだけなんだ。ということでですね、えー、普段ありそうな、えー、ちょっとしたあ判断、えー、どっちにしようか、みたいなことを3つ挙げて解説しました。えー、最後までご視聴ありがとうございます。